やつでしたっけ。これや、ね、東京フリーチップ、うん、24時間になります。お金またはカードをお入れください。はいはい、
回間に合わなくね、これ。37分間に合うのかな。北行き行きは三軒川方面の横浜線から発車します。The next stop is Hitayase, C20, the last stop. まもなく北綾瀬終点です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。出口は左側です。 Arriving at 北綾瀬 C20 The last stop。 お客様にお願いいたします。降りの際は傘などのお忘れ物なさいませんようご注意ください。
下に打つ。焼き芋屋さんがいるんだ。だから、なんか物を燃やしてあげました。ここは北綾瀬駅ですね。北綾瀬ね、来たの2回目かな。シャレです。こんな感じになってます。前来た時はね、あれだったんですよ。だから公園の中を通れる。前来た時はちょうど05系が導入されたタイミングで、塩舟沼公園改修工事で大回りされてたんです。05系が導入されたタイミングで、だからね、5000系と05系両方見れたんですね。台風編成は見なかったかな。で、まあその後ね、重量化されて今の出入り口ができたわけです。前は前だけだったんですよね。前の方をこれから行って乗ろうと思うんですけど、前の方はね、あれなんですよ、道路沿いなんですよね。で、なんか車庫はその道路をもっと北に越えていったところにあるんですけど、まあ、あれ、ここ通れるよ。ここさらに左に行かされるとちょっときついんですけど。嘘、行けない。マジか。マジか。超大回りだな。時間大丈夫。ね、公園動画になっちゃった。はい、こちらが北綾瀬行きで、手前は駅舎なのかな。なんか奥のなんつうのガーターだかガードに北綾瀬駅って書いてますね。ここに昔は駅の入り口があったんですけど、今工事中なんですね。こっち出入り口横って書いてある。ここじゃないんだ今。出入り口改
療コーチ。じゃあ歩いちゃダメだった。これは俺詐欺本日。今夜は居酒屋調理。でっかいテレビでかっ。ここか北綾瀬駅出入口。今裏側なんですね。あ、でもこっち綺麗じゃん。こっちは綺麗。セブン銀行駅への結構降りてきますね。半端ない降り方。もしくは指がきつい。代々木ってあれですね、中央湖で書くと同じ位置が続くんです。同じ代々木号がない。持ってるし出ないかな。あ、もう来てんだ。これ10秒だから混んでんのか。あっちが後ろ、こっちが前か。あ、10秒で来てますね。Thank you.
線の電車は荻窪行きです。じゃあ1時間かけてね、中野坂上まで来ました。これが更新されない02系ですね。もう12分もう出発。両方空いてる。1時間かけてね、中野坂上まで来ました。これが更新されない02系ですね。もう12分、もう出発。両方空いてる。
は当駅折り返しの中野坂上行きです。花南町まで着きました。花南町ここですね。下高井戸近いの。なんか6両対応するためにね、いろいろ工事したらしいな。出口1、出口3、なんか出口3が新しいでしょ。25m。南町まで着きました。南町はここですね。下高井戸近いの。なんか6両対応するためにね、いろいろ工事したらしいみたいな。出口さんは新しいんでしょうか。25m。後楽園ポイント。また浅い駅かと思ったら結構深いんですかね。3A、3B、 もう一個エスカレーター結構深いじゃんね。東洋町並みに深い。雨降ってんだ、まだ。うわ、もう何時ごろし。なんかバイパスがあるのかな。バイパスっていうか、なんだっけ、それがあるから深いのかな。寒っ。環7のあのアンダーパスみたいなのがあるのかな。あそこに地下鉄がありますね。そこ地下鉄あるんで行ってみましょうか。ラーゲベント、まあ、地下鉄っつったら方南町なんでしょうね。これ海抜 39.9 メートル。
めっちゃ高い。2月40メートルか。ここはどこに寄ってるんですかね。多分さっきのどこだと思うんですけど、すぐ出入りしてしまう。ここが方南町ですね。滞在時間1分ですよ。次は6分の中野坂上止まりか。こっちに来るらしい。新頃ね。どうしようかな、帰るかな。まあ、どの道、中野坂上で降りないといけないんですけど、方南町で、3番。もともと出口1はあったんだね。多分出口1と2だけだった。3A、3B が新設なんだと思うんですよ。周りは特に何もないっすね。これは何だろう。で、次は3両だから真ん中にしか来ないと。3番。もともと出口1はあったんだけど、出口1と2だけだった。 3A、3B が新設なんだと思うんですよ。周りは特に何もないですね。今なんだ、次は3両だから真ん中にしかないと。
防弾庁